皆様、お疲れ様でした。昨日はですね、なんか例年通りとは違う感じで、個人的にはすごい面白かったんですけども、まあ、あとはイベントホールの、仕掛けとかもあったりとか、トークはトークでまたですね、大野さんが違うツイートの話を使うのかもしれないとか、ツイートでなんかファーの話を使うのか、けれども、資料が多い、流れている資料を見ると、なんか最近の、今回の話がいつもよりも、パワーの話が少ないけど面白いんじゃないかっていうツイートを取る人がしていたりとか、皆さんどうでしたか？なんか僕がですね、立場として楽しんでいただけましたかって聞くのはすごい変だと思っていて、なぜなら、みんなで作っていくような MC だと思うので、多分楽しかったのは自分のおかげだと思っています。皆さんのおかげだと思っています。ということでクロージングに入ります。寒いで夏終わりましたね。僕なんか大体9月とか10月にやるのが例年通りだったんですけど、今回ちょっと会場の都合で8月になってですね、暑いと思ったんですけども、なんか寒くなって、そういうスポンサーのパーカーがですね、生きてきたんですけども、毎年9月とか10月に開催するときでも、僕、FC が終わるまで夏は終わらないみたいな感じの意識だったんですが、今回は結構早かったんで、タイミング的に、結構早くもう夏終わっちゃったなっていう感じです。はい、明日から秋ですね、僕にとって。はい、で、いかがでしょうかっていうことで、それぞれなりに、楽しんでいただければ、よかったかなと。で、ただちょっとですね、まだ実は終わってなくて、一応スポンサーさんに、スポンサーとされてですね、1階のハブをですね、もうすでに貸し切っております。なので、もう今から飲んでる人がいるかもしれない。で、ラストの11時30分まで、フリードリンク1000杯まで。昨日はちなみにフリードリンク1000杯まで1000杯飲み切ったらしいですね。すげえ。で、まずちょっといろいろ報告をして終わります。サクッと終わります。来場者数、同じカウントの仕方をしてます。で、ちょっとだから実質いる人数とは違うかもしれないんですけども、同じ去年までと同じカウントの仕方をしてます。で、去年は1131人でした。これでもすごい、世界で一番大きい FC です。じゃあ今年はどうなったかと言いますと、どう思いますか、マイファイナンさん。1500オーバーぐらい。なんかいきなり難しい動きだ。1000いってない。あ、指揮を低くしてくれましたね。ダダ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 ダ、数字出しますよ。はい。特にですね、これから読み上げなくちゃいけないんですけども、読み上げさせていただくんですけども、スポンサーの、招待で来ている方とかもすごく多くて、であとチケットの歴もですね、発売期間がですね、短かった割には本当に来てくれた方が多かったです。逆になんかそのもうチケット売り切れちゃったんでって形で断る形になりました。でもう見ていただくと分かると思うんですけども、これ以上もうこの会場でやるのは無理だなみたいな感じですね。はい。あ、ベストドロップ賞の発表の時間です。1位は、薬師 NA または薬師ヨーロッパへの派遣。これは、今回多言語の分野の方から来てる人もいるんで、もし強烈にアピールしてくれたら変更可能ですが、基本的に僕とかマイファインダーさんが報告した通り、ヤプシー NA、ヤプシーヨーロッパは面白いので行ってもらいたいなというところでつけました。で、2位は、全国各地の BM3 カ所に派遣、3位は技術カンファレンスの参加
チケット費用ということで、発表していきます。いいですか、準備。大丈夫です。大丈夫。投票は今まだ受け付けてますけどいいですか。SKL に近いうちなんでまだ出ますよ。あのエンバーマンの履歴を出してエンバーマンの写真館に出ます。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。ドン。はい、まずサインが、同一のタイプはないんで、ないですね。ちょっとタイトルで言いますと、第3位、5万の満員数について語るときに僕の語ること。はい、いないもしかして。いたー。これかな。ちょっと多いですね、人が多い分。ジャンプしない。ピョンってこっちまで来れないですね。あれ、リーさん降りました？いや、今降りてる。あ、降りてる、はい、あ、この時間ちょっと微妙ですね。ちょっと最後に紹介するんですけども、あの同時通訳を今回入れてまして、そのレシーバーが1個足りません。これ何回も言ってますけど、あの帰る時にでもいいんで、あのここの部分でしか使ってないんですよ。で、2回も使ってないんですが、2階もなるべく見るような形で、あの椅子の下とかに落ちてないかとかって見てください。後で写真見せます。リッチさん、あ、ではベスト報酬を。
ソーシャルの方はすごいおされてまして、ね、はい、おされてましたね。ごめんなさい、混ざりくるなっちゃって。ごめんなさい。皆さん、ゲストトークショーを私がいただいたというのがめっちゃ投票していただけたということで、本当にありがとうございます。すごいな。すごいよ。すごいな。すごいね。ですか。完全にこう、今歴史の展開を皆さん見てますよ。これ、大丈夫ですか。まあ、とりあえず、本当にありがとうございました。受け取るのはどうなのっていう話があって、でもこれちょっと言いたいんですけども、採択、トークの採択から、投票まで僕が全部面倒を見ているので、完全に公平です。これだけ信じてください。お願いします。で、全くあれだよね、サバイナーズ権限ないの？ないっすね。ないっすね。だから、クイーンを避けないのね。そもそもピッチパーが読み書きできるわけないじゃん。完全な勝利なんですよ。完全な勝利。もう一回拍手。はい、まだなんかたくさん言うことあるんですけども、非常に多くのスポンサーの方々に協力させていただいてます。読み上げます。株式会社 DNA 様、株式会社リクルートホールディングス様、株式会社ガヤックス様、ライン株式会社様、株式会社おもろき様、ブッキングドットコム、唯一オランダからの、スポンサーです。フェアズ、フェアナいない。ピクシブ株式会社、株式会社クリップアウト、株式会社ミキシー様、株式会社モバイルファクトリー様、株式会社ハテナ様、株式会社ダイバーズ様、シックスアパートズ株式会社様、株式会社キャッチボール21番様、株式会社 DNP デジタルコム様、 S2 ファクトリー株式会社様、シーサー株式会社様、ワノ株式会社様、GMO ペパオ株式会社様、株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズ様、株式会社キミナ&カンパニー様、そして、GitHub 様、そしてクシーブログ様、株式会社アドウェイズ様、面白い法人カヤック様、株式会社情報社会情報サービス様、NRI サイバーパテント様、ボヤージグループ様、株式会社パブリック様、株式会社オレン様、PR タイムズ様、GMO インターネット株式会社様、エンジャパンの株式会社様、株式会社ブックス機関様、株式会社バリック様、皆さんのご協力で今回、いろいろな仕掛けを作ることができて、大変ありがたいです。ありがとうございます。システム協力に PTX 様、T シャツ制作協力に、株式会社クラブ T 様、今回同時通訳を初めてつけましたけども、非常に良かったです。KY トレード株式会社様、イベントホールのドリンクサービスですね、コーヒーケータリング協力に CS ケータリングサービス株式会社様、ドリンク協力、レッドブルガールが来ましたね、レッドブルジャパン株式会社様、あとですね、非常に非常に快適なインターネットの、回線をサポートしてくれた、ネットワークの技術協力があります。ワイドプロジェクト様、ビッグロープ様、アラクサネットワーク株式会社様、株式会社 DMM.com 様、シスコシステム様、ジュニパーネットワーク株式会社様、皆さん、これに加えてコンブというですね、こういうカンファレンス、技術カンファレンス向けの特集ネットワーク制作部隊というのが実はですね、去年のヤプシーエイジアのネットワークを作った人たちが母体になってコンブっていうチームを作ったんです。で、実際にトークもしました、コンブっていう名前で。で、
そのロゴがあそこに出てるんですけど、その本部さん、ネットワーク快適でしたよね。そして、まあ、ネットワークも、絡みもあるんですけども、実はここの、スペースに入っている、慶応メディアデザインという大学院大学があるんですけども、そこの教授さんにも手伝ってもらったりしています。協賛ということでありがとうございます。ということで、あとですね、実は僕ですね、今日とか昨日とか結構楽だったんですよ。でそれは優秀なスタッフのおかげです。スタッフの皆さん、カモン。ホームのチームも早く来てください。オレンジの T シャツを着ている人たちですね、主にこれ、びっくりするほどたくさんいると思います。そうなんかゾロゾロ出てきた。今回はですね、コアサークルということで、結構前から関わってくれた人がいます。それがモンモンさんという方、トイ君、フラさん、リコちゃん、コアケンさん、メイ君、オートさん、そしてですね、JPA 会長、マックさん、前回の躍進オーガナイザーでもあるんですけども、マックさんにもかなり手伝ってもらったんですが、マックさん今いなくて、お子さんがですね、ちょっと体調不良ということで帰っちゃったので、残念なんですが、こんだけスタッフいます。あ、カオルです。どうも、共生館へようこそ。カオルでいなかったら、共生館に来られないで、デッドワークをこれだけ限りに引くことができました。ありがとうございます。で、アンケートボードがあるんですけども、基本的に躍進ノートのページ見れば、ニュースに載ってるんで、それは、参照してください。で、ブログを書くまでは躍進エリアです。なので、帰ったら、トークについて、もしくは躍進について、もしくは、なんか、ページについて、ブログしてください。もしくは、ブログを持ってない人は、LINE さんの、ハテナさんのハテナダイアリーで、ハテナダイアリー、ハテナブログ、ハテナブログでブログを作ってください。あら、と、じゃあ次の躍進エリアはあるのかなと思うというものがあるんですけども、これは結構課題ですね。こんだけ人が集まっちゃうとですね、僕はマキさんと C さんの前任としてやりますってよって手を挙げたものの、結構3ヶ月間ぐらい僕全然しんどかったんで、来年もやるのって思うと想像したりとかするんですけど、多分やるかなっていう気持ちですね。あ、でも何で、運営とかやってるとみんなトークしてるの見て俺も話したいなと思ったりもしますよ。まあ、それを置いといて、もし躍進の運営に結構濃密に関わりたいとか、まあちょっとでも関われるよっていう、そのレベル、どういうレベルでもいいですから、躍進に興味があるっていう方がいたら、アットマークユースケベロでメンション飛ばして僕までメッセージください。どんな意見でもちょっと聞きたいなと思います。躍進の来年の躍進についてです。で、もしくはですね、別に東京でやる必要ないんですよ。なので躍進大阪、躍進エージェント in 大阪、躍進エージェント in 福岡、躍進エージェント in 北海道は全然あり得るんで、
そういう分散した形でやって、こんだけ人気があるんだから各地方で分散させると。いきなり、まあ、1000人集めるのも無理だから100人か200人とかっていうレベルでやるっていう方法もあると思います。で、もしくはちょっと強制感が入ってきてないのでもうちょっと大きなホールを借りるかなとかっていうものもちょっと考えてたりしますが、まあちょっと考え中ですが、多分あるでしょうということで、ここに連絡をしてください。あ、最後のもやもや、探してください。最後のもやもやなんですけど、まあ、ドレスレートのレシーバーが1個ないんで、帰るときでいいんで、探して、あったらスタッフに渡してください。ご遠慮いたします。で、なかったら、まあ、弁償します。ということで、主催はですね、一般社団法人ジャパンパークアソシエーション、通称 APA がお送りしました。スタッフの皆さんも、ありがとうございます。スピーカーの皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございます。以上、訳し終了です。